11月23日夜8時は競輪祭女子王座戦決勝を生中継。そこで選手6名を招き、レチェル最強普段は聞けないガールズトークをぶっちゃける。苦しかった家計を支えたくて私は競輪選手になったので。ナショナルチームでも活躍する太田優が今大会にかける思いを激白。ガールズ競輪パーティー。